皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、リクエスト動画としまして、ホタルイカを使ったシーフードパスタやってくださいみたいなね、感じのリクエストがございました。それってホタルイカ入れるだけでいいんじゃねみたいなの思ったんですけど、申し訳ないです、反省しました。もしこの方がですよ、料理が初めて、しかもその第1回、記念すべき第1回に挑戦するのがこのホタルイカのシーフードパスタかもしれません。そうしたら右も左も分かんないですよね。いや、反省と同時にリクエストにお答えしましょう。それではスタートしましょう。はい、それではですね、材料があんまないんだけど、ごめんね、もうホタルイカね、これあった。で、エビあった。まあ、イカなちのヤリイカあった。あと、トマト、玉ねぎ、ピーマン。で、バターね。じゃあ、とりあえず下ごしらえしていきましょうか。じゃあ、まず、ね、ピーマン、パッツリーなってやって、切ると。ね。そしたら、こう、種入ってるんで、種はね、捨てましょうね。はい、ガッツンガッツン、パラライカと。はい、種吸ったらね、好きな形に切ってくださいね。見えないか、これ上落ちちゃうね。はい、それではね、切っていきますよ。ガンガンガガンガガガンガンと、はい、切り終わったよね。はい、その次玉ねぎ入ります。はい、切り終わったよ。はい、その次トマーティーですね。これ入れるとね、彩りがいいよ。トマトはこうやってね、おお、包丁切れないのか、こうやってこう押さないでこういう風に切るとね、切れるからね、こんな感じ。バッツリーナと、バッツリーナと。で、あとはエビだね。じゃあエビの、まずエビは殻を剥きましょうね。こんな感じでガツンガツンとね、はい、殻剥きましょうね。彩りに尻尾はね、今日つけときますよ。はい、皮剥き終わったよね。はい、そうしたらもう一丁、おねえな、ここな。はい、殻をバツンバツンパラライカとね、剥いていきましょう。この足のとこもね、綺麗に取っちゃいましょうね。ああ、根元まで取れちゃった、これ。まあ、いっか。はい、取れました。エビでかいんでね、これもね、こんな感じで、あ、ツッコンツッコンツッコリーナですねと切ってまいりましょう。はい、こんな感じで OK かな。はい、そうしたらあとホタルイカね、前も言いました、この目玉だけ外しましょうね。軟骨は気にならないんでね、あんまね。はい、目玉だけをガツンガツンパラライカと外していきましょう。あとヤリイカあったね。ヤリイカもうこれボイルのヤリイカなんで、ここに目がついてるんで、この目のとこからね。で、このゲソは半分ぐらいね、半分ぐらいにしましょう。はい、こんな感じで、この麺とこ、ここね、ここはちょん切っちゃいますよ。見えてるかな、見えないか、よいしょ、ここね。はい、これはね、ポイしちゃいましょう。あとはね、もう適当な大きさ、輪切りでもね、はす切りでもいいです。はい、こんな感じで材料がね、全部切り終わりました。おっと、その前にあとニンニクね。はい、ニンニクのみじん切り、はい、ガンガンガガンガガガンガンとね。はい、こんな感じでね、みじん切りにしましょう。まあ、スライスも何でもいいやね、香り付けということです。はい、それではこれ持ってね、フライパンコーナーの方へゴーしましょう。はい、フライパンコーナーの方にやってまいりましたね。フライピン用意してください。はい、そして別鍋で、はい、これね、はい、はい、こっちもパスタね、入れちゃいましたね。パスタの茹で方は袋の裏に書いてあるんでね、それ見て何分か確認してね、やってください。で、たっぷりのお湯にね、塩を 1.2% ぐらい入れて沸騰してからパスタを入れましょう。はい、それではね、早速添加一発ですね。はい、フライパンの方を温めてまいりましょう。はい、そうしたら本日はね、オリーブオイルですよ、使うのはね。はい、オリーブオイルたっぷりめでいいよ、これね。ガツンガツン、もこみちかいまかないです。はい、こんな感じでね、あとはね、オリーブオイルをバツンバツンとなじませましょう。はい、そうしたらなじんだね。で、ここ弱火にしようか、跳ねて危ないからね。はい、弱火にして、で、ニンニクのみじん切りスライスでもいいよ、これをね、がっつりなと入れましょう。ちょっとトマトも入っちゃったけどね、一緒にトマトも先入れちゃいますかね。トマトトマト、あったあった。はい、こんな感じでね、ガッツンガッツンとね。はい、オリーブオイルにニンニクの香りをね、つけましょう。エビも入っちゃった今な、まあ、いっか。はい、ガンガンガンと、そうしたら玉ねぎですね。はい、ピーマンもう全部入れちゃおうね。で、バターだけは熱いな。バターだけはね、最後のね、コク出しに使うんで、まあ入れないで OK です。はい、そうしたらね、あ、すげえいい匂いだな。これ炒めていきましょう。ガツンガツンパラライカと。だいたいこう玉ねぎピーマンにね、火が通ったら次の段階ですね。はい、炒めること1分ぐらいですね。全ての材料がね、混じり合ってすごいいい香りね、発しております。
はい、そしたらね、こっちのパスタですね、パスタがちょうど5分経ったので、この中にね、ぶち込んでまいりましょう。ここでまたね、ちょっと火を弱めようね。はい、こんな感じでずっと、あらよっと、結構細麺だね、こいつね。あらよっと、茹ですぎちゃった感があります。あらよっと、はい、こんな感じで、はい、ここでね、また火は強火にしてね、この具材とパスタがね、絡め合うような感じでね、いきましょうね。よっ、あれよっ、よっ、ね、いい感じで絡み合ってきたんじゃないの。エビも火通ったね、これね、完全にね。で、これほんとアサリとかさ、貝類が入って美味しいんだよね。ごめんね、急なあれでなかったからさ、ホタルイカだけあったんだよね。はい、ガン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 、がっつりコンですね。はい、お麺が多いね、これ。はい、そしたらね、味付けに入りましょう。この麺に対しての 1% のソルティですね。はい、お塩上からパラライカと、はい、ブラックペッパーパラライカ 2-3 振り、そしてあったらバジルコね。これ入ると急にあのスパゲティらしいっていうの、パスタらしくなるからね。はい、もうこれで OKOK、 ベリー OK ではないでしょうか。はい、あとはこれをね、絡めてこれ完成だね。はい、そして最後のコク出しバターね。はい、パッカリがと。で、もうこれが溶けたら OK よ。このバターの油で焼くんじゃなくて、コク出しのバター、ね、このバターの香りが全体的に行き渡ったらもう OKOK、ベリー OK とね。はい、しょー、はい、でもこれで完成とさせていただきます。それではね、器の方に盛り付けて食してまいりましょう。火は止めましょう。はい、テーブルの方にですね、ホタルイカのシーフードパスタ運んでまいりました。いや、貝類がちゃんとね、旨味は持ってますんだけどね、まあ十分ね、イカとかエビからも相当ね、イノシン酸、旨味ですね、出てると思いますのでね、これ十分だと思われます。はい、それではね、早速食してまいりましょう。まずは、ね、お好みで粉チーですね。はい、粉チーズパラライカとかけて、今日は一味はかけませんよ。もうトマトからもね、結構旨味出るんでね。はい、それではぐるぐるっと、ファンの方からいただいたフォークで、やっとフォークでパスタ食えるぞこの野郎みたいなね。はい、それではいただいてみましょう。いただきます。この玉ねぎの甘みとニンニクのさ香り、それとこうイカエビの旨味だね。いや、こうほんと相性いいよね。そしてこのバジルとかがね、やっぱりグーンとね、もうパスタじゃんこれみたいなね、感じになります。はい、それではぐるぐるぐるんこグリリーなと。いやー、フォークあんま使ったことないんだ。ちょっとね、使い方が苦手です。いただきます。これ麺だけでもうまいね。もうね、相当味染み込んでる。あ、そして最後のバターね、ほんとうまいですよ。いただきます。そして、富山湾内産ホタルイカですね。こいつもうまみ出しましたよ、本当に。いただきます。おい、いやー、作ってよかったですよ。美味しいです。いただきます。はい、エビ入ります。プリプリ感とエビ独特のこの味だね。ほんと美味しいわ。エビ天もうまいけど、パスタに入れてもうまいね、エビっていうのはね。で、余韻の残ってるところへパスタぶち込みます。はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、リクエストどうかといたしまして、ホタルイカを使ったシーフードパスタの作り方、これね、動画にしてみました。お役に立てたでしょうか。立てていれば光栄でございます。それでは失礼いたしますと、その前に皆様に一つだけお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。良い一日を。じゃあねー。